司法国立音訳版です。デイジーでお聞きになりたい方は国立中央図書館にお問い合わせください「声の司法国立パブリックインフォメーション国立」4月20日号第1119号学び挑戦し続ける町共に歩み続ける町培い育み続ける町 文京都市国立平成28年2016年毎月5日20日発行編集発行国立市役所政策経営部郵便番号186-8501東京都国立市富士見台2-47-1代表電話0 4 2 5 7 6 2 1 1 1ックス 042576-0264死の木、胃腸死の鳥、死獣から死の色、緑色死の花、梅告示1ページパートナーとの二人三脚を応援します国立市特定不妊治療費助成を始めました 20歳を過ぎたら子宮経がん検診を受けましょう。保健センターでは各種がん検診、成人栄養、保健相談を行っています。2ページ。平成28年度予算が決まりました。お知らせ。国立未来寄付へのご支援ありがとうございます。お知らせ。 第第期基基本本構想第1次基本計画を策定しましまた祝日を除く月曜日午前9時から正午と金曜日午後2時から5時の間3ページ税年金平成28年度固定資産税都市計画税の納税通知書を送付します。お知らせ JR 国立駅野々輪口改札及び仮通路の利用を開始しますイベント意見交換会議会報告会を開催お知らせ国立市農業振興計画審議会の市民委員を募集しますお知らせ東京における都市計画道路の整備方針第4次事業化計画を策定しました4ページ 防災防犯ワンワンパトロールにご協力いただける方を募集します環境環境影響評価書案に係る見解書の縦乱閲覧と都民の意見を聞く会を開催環境飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助金交付を実施しています環境 粗大ごみ処理券及び事業系有料ごみ処理袋の販売取扱書をご案内しますイベント国立まちめぐりフェスタスタンプラリーを開催します放射能関連情報子ども就学援助費の申請はお済みですか五ページ子ども ファミリーサポートセンター支援会員研修会参加者を募集子ども児童扶養手当特別児童扶養手当の額が4月分より変わりました健康日本農園の予防接種についてご案内します子ども子育て支援コーナー健康風疹の予防接種及び抗体検査の費用を助成します 子ども「子どもと散歩ブック012」ができました「健康」「骨量測定」を実施します「有料広告1件」「司法国立の有料広告募集中」「6ページ」「健康」「保健コーナー」「がん一時検診」「健康」「その他の検診および講座」 日曜祝日の応急診療は7ページお知らせ12件みんなの伝言版今年に入り市内でオレオレ詐欺や市職員を語る不審な電話が急増しています8ページ子どもシンガポール派遣派遣生を募集イベント 日本農村消費者ケアリングコミュニティ学会 2016in 東京プレ大会を開催農業農業体験農園の利用者を追加募集お知らせ音訳ボランティア説明会を開催環境喫煙マナーアップキャンペーンを実施します5月の相談図書館カレンダー 目次終わりパートナーとの二人三脚を応援します国立市特定不妊治療費助成を始めました現代の不妊治療は目覚ましく進歩しています一方で高額な医療費がかかるのが現状です妊娠・出産後望む方々の経済的負担を減らし 地域の中で安心して産み育てることを支援するため、市では治療費の一部を助成します。男性の不妊治療費も助成対象となる場合があります。どういう人が助成対象になるの次の要件をすべて満たす方。平成28年4月1日以降に、東京都特定不妊治療費助成制度の承認決定を受けており、 1> 1回の治療費が東京都への特定不妊治療費の申請日から市への申請日までの間夫婦のどちらか一方が引き続き市内に住所を有している方同一の特定不妊治療に関して他区市町村から同種の助成を受けていない方どのように申請すればいいの 申請には、国立市特定不妊治療費助成金交付申請書のほか、提出が必要な書類があります。申請書の様式は、保険センターに置いてあるほか、市のホームページからダウンロードできます。詳しくは、市のホームページで、国立市特定不妊治療費助成と検索していただくか、担当係へお問い合わせください。 東京都の特定不妊治療費助成制度の承認決定を受けた日、平成28年4月1日以降から1年以内に手続きを済ませてください。助成額はいくら？特定不妊治療に支払った額、医療保険外分から東京都特定不妊治療費の助成額を差し引いた額につき。 下の表の区分ごとの額を上限として助成します表です区分ごとの助成上限額の表です区分、治療ステージはと規則で定めるもの治療ステージ A、4万円治療ステージ B、5万円治療ステージ C、F、1万5千円治療ステージ D、E、3万円 生存内生死生権採取法、生存状態内生死吸引採取法、経費的生存状態内生死吸引採取法、生存内生死吸引採取法。以上4件はいずれも3万円。さらにこれらには次の3つの条件があります。これらは 特定不妊治療の女性と同時に申請することが必要です特定不妊治療にかかる過程の一環として行う場合に限ります特定不妊治療が女性の対象とならなかった場合には女性対象になりません表終わり東京都による特定不妊治療費の女性を受けるためには指定医療機関での受診が必要となります 指定医療機関一覧については東京都福祉保健局ホームページ htp t コロンスラッシュスラッシュ w w w f u k u s h i h o k e n m e t r o t o k y o j p スラッシュ kodomo スラッシュ kosodate スラッシュ josei /funin/index.html をご参照ください。QR コードがあります。右の QR コードを読み取ると、東京都福祉保健局ホームページにアクセスできます。東京都不妊不育ホットラインをご活用ください。電話 毎週火曜日午前10時から午後4時祝日年末年始を除く不妊相談不育症相談同じ不妊で悩んだ経験のある女性がピア仲間カウンセラーとしてあなたの気持ちを大切にしながら相談に応じますまた妊娠はするけれど流産や死産などを繰り返し 結果的にに子もをを持つつことができないいい不育症についてて相談を受け付け付ますカウンセラーや医師などが流産を繰り返す方の精神的な支えとなるようご相談をお受けするとともに原因検査や治療についての情報提供を行っています。20歳を過ぎたら子宮頸がん検診を受けましょう。 女性に積極的に検診を受けていただくために、対象の方にお知らせを送付します。子宮頸がんは、女性なら誰でもかかる可能性のある癌です。定期的に検診を受け、進行していない初期の段階で異常を発見し、早く治療することで、完治の可能性が高くなります。平成28年度は、20歳以上の生歴偶数年生まれの方が対象です。 検診は市内指定医療機関にて受けることができます対象の方は無料で検診を受けることができます保健センターでは各種がん検診成人栄養保険相談を行っていますのでお気軽にご連絡ください詳しくは六面の保険コーナーをご覧ください問い合わせ 健康増進課保険事業係保険センター内富士見台3-16-5電話平成28年度予算が決まりました一般会計当初予算額291億2300万円3月23日24日に開催された 国立市議会第1回定例会において当初予算案が可決されましたまた国の臨時福祉給付金等に対応した一般会計補正予算第1第2号案及び各特別会計当初補正予算案も可決されました平成28年度予算では文京都市国立の名にふさわしいまちづくりを推し進める施策を実行していきます問い合わせ 政策経営課財政係二十八年度予算に関する市民説明会を開催します国立市健全な財政運営に関する条例の施行に合わせ新年度予算と条例の内容について分かりやすく解説しご理解をいただくため次の日程で市民説明会を開催します申し込み不要ですぜひお越しください 日時、5月14日土曜午前10時から1時間30分程度場所、市役所3階大会議室予算額の比較表です区分ごとに、平成28年度当初予算額平成27年度当初予算額増減額、増減率パーセントの項目があります 区分一般会計平成28年度当初予算額291億2300万円平成27年度当初予算額299億1900万円増減額マイナス7億9600万円増減率マイナセ2 7特別会計内訳国民健康保険 平成28年度当初予算額87億8352万円平成27年度当初予算額85億1321万円増減額2億7031万円増減率3.2%下水道事業30億5120万円28億6072万円 1> 1億万円 6. 6介護保険51億7835万円49億5459万円2億2376万円4.5%後期高齢者医療15億7983万円15億6116万円 万円1.2%特別会計の承継185億9290万円178億8968万円7億322万円3.9%合計平成28年度当初予算額

1> 1万円に換算した場合福祉サービスの提供4,940円町の整備と道路公園自転車駐車場の管理など1,420円教育と文化スポーツ振興840円市政運営と地域コミュニティ九920円健康と環境を守る610円失債 借金の元金利子の償還540円消防防災420円その他市議会の運営農業商工業基金積立ほか310円平成28年度主要事業認可保育所認定こども園が開園3億5482万円 野暮の原風景を保全し南部地域の魅力を発信1億円24時間365日女性が安心して相談できる体制を192万円旧国立駅舎の再築が本格的に始動3377万円市内での企業・創業を支援245万円 国立未来寄付市のふるさと納税国立未来寄付では平成27年度中に表の皆様より特に大きなご寄付をいただきました表は後で読みます寄付金はご意向に沿う形で活用させていただきより良い町づくりを進めていきます国立未来寄付の旧国立駅舎再築のために 赤い三角屋根プロジェクトフ古本募金からの寄付総額。三月三十一日現在は、目標額一億円のうち、約八千五百万円になりました。引き続き、皆様のご協力をお願いします。問い合わせ、政策経営課、財政係。表。ご寄付をいただいた皆様一部。個人十万円以上、団体百万円以上の方。 人別申込日順の表です。寄付金の人別に寄付者名、寄付金額を読みます。旧国立駅舎再築のために、田所涼子様、15万円。鈴木元恵様、10万円。坂田誠様、300万円。匿名希望者様団体、500万円。福祉と健康のために、 匿名希望者様、個人、101万6千円。匿名希望者様、個人、100万円。子育てと教育のために。匿名希望者様、個人、101万6千円。景観、環境と町づくりのために。浜野英治様、10万円。匿名希望者様、個人、10万円。ベンチ事業。 匿名希望者様個人十万円匿名希望者様個人十万円匿名希望者様個人二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 十万円叶純子様二十万円匿名希望者様 個人20万円。匿名希望者様、個人20万円。表、終わり。第5期基本構想第1次基本計画を策定しました。市では、行財政の総合的、中長期的な指針となる第5期基本構想第1次基本計画を定めました。この計画は、 国立市の最上位計画となるもので市民の皆様から多様な形でご意見を伺いながら今後12年間を見据え戦略的にまちづくりを進め実効性を持った構想となるように策定しました今後この計画を市民の皆様と共有しながら国立市が魅力的な街であり続けるよう理想の実現を目指していきます。基本理念 すべての分野に共通する基本的な考え方。基本理念、人間を大切にする。街づくりの担い手、街に対する愛着と誇りと人間力を持った市民一人一人。都市像、文教都市国立。街づくりの目標、計画、期間中に目指す理想像。学び、挑戦し続ける街。 共に歩み続ける町。培い育み続ける町。文京都市国立。政策の視点、重点項目。次世代の育成。安心・安全の確保。国立ブランドの向上。構想期間。平成28年度から39年度12年間。閲覧場所。市ホームページ。市役所。 北市民プラザ北3の1の1 9号棟南市民プラザ泉2の3の2 1号棟公民館中1の1 5の1中央図書館富士見台2三3 4問い合わせ政策経営課政策経営係祝日を除く月曜日午前9時から正午と金曜日午後2時から5時の間。 市役所一階の障害者支援課に手話通訳者がいます。令和二十八年度固定資産税都市計画税の納税通知書を送付します。平成二十八年度固定資産税都市計画税の納税通知書を五月上旬に発送します。納税義務者は平成二十八年一月一日現在 市内の土地・家屋・焼却資産を有している方です届きましたら内容を確認していただき各納期限までに納付をお願いしますコンビニ収納について固定資産税・都市計画税はコンビニエンスストアでも納めることができます1期30万円未満納期限内納付書は1枚ずつになっていますので紛失されないようご注意ください 口座振替をご利用ください市税等の納付は口座振替が便利です納税通知書の5、六枚目にある預金口座振替依頼書でお申し込みできます必要事項を記入の上収納課管理係までご送付くださいなお、ゆうちょ銀行、各郵便局にお申し込みの場合は市内の金融機関等にあります 国立市、市税等自動振込利用申込書をご使用ください。口座振替は、申込から手続き完了まで、おおむね45日間をいただいています。土地・家屋について固定資産税は、毎年1月1日現在、市内に土地・家屋・消却資産を所有している方に、都市計画税は、毎年1月1日現在、 市街化区域内に土地・家屋を所有している方に課税される税金です。この税金のもとになる評価額は、利用状況が変わった土地や新築・増築家屋は新たに評価を行い、既存の土地・家屋は3年ごとに評価替えを行っています。しかし、平成28年度は評価替えの年ではないため、評価額は原則据え置きとなっています。 決定した評価額等については4月上旬に課税資産明細書を送付していますのでご確認くださいなお新築住宅の軽減や耐震改修バリアフリー改修省エネ改修等による軽減に該当している場合は納税通知書の土地・家屋の軽減減免税額の欄に軽減額が記載されていますまた軽減期間が終了した場合は 終了した翌年の課税資産明細書の備考欄に終了した旨を記載していますのでご確認ください。消却資産について「消却資産は固定資産税の土地・家屋を除く外交・工事・屋外・給配水・パソコンや机など事業用資産・集合住宅用資産を含むをお持ちの事業者 個人事業をを含むを対象としていますなお耐用年数が過ぎていても使用している資産等は取得価格の5%が固定資産税消却資産の課税計算の対象となりますのでご了承ください。消却資産に対して都市計画税は課税されません。税制改正等により変更がありました。 軽減制度が延長されました新築住宅の軽減耐震改修バリアフリー改修省エネ改修の軽減制度の適用期間は税制改正により平成30年3月31日土曜まで延長されましたなお耐震改修は平成27年12月31日土曜までの改修が適用となっていましたが今回の改正により 平成二十八年一月一日以降も継続することとなりました。審査の申し出期間が延長されました。固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合の審査の申し出期間について。四月にお送りしました課税資産明細書に同封した説明資料では。固定資産課税台帳に価格等が登録された旨を。 市長が公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間としていましたが行政不服審査法及び地方税法の改正により納付書の交付を受けた日後3日を経過する日までに延長されました問い合わせ課税課固定資産税係 JR 国立駅 のの輪口改札及び仮通路の利用を開始します野の輪の表記は NONOWA 4月24日日曜正午から JR 国立駅野の輪口改札が新たに利用できるようになりますまた改札へのアクセス強化及び南北交通の円滑化国立駅周辺の回遊性の向上を目的に 仮通路が2箇所整備されます。JR 国立駅野々輪口改札場所 JR 国立駅西側概要、交通系 IC カード専用の改札4通路 Suica 簡易チャージ機2台改札内外に各1台利用時間午前7時から午後10時野々輪口改札は交通系 IC カード専用改札のため 切符時期定期券等でご利用の方はこれまでどおり既存改札口のご利用をお願いします東西仮通路場所市営駐輪場の東側及び西側利用時間東側仮通路午前7時から午後10時西側仮通路午前10時から午後9時東西の仮通路で利用時間帯が異なります。 なお喫煙場所は24時間利用可能です問い合わせ国立駅周辺整備課国立駅周辺整備担当略地図が2枚あります1国立駅全体図既存の東側改札口に対して西側商業施設ののわに野のわ口改札があります2 野の輪口改札拡大図国立駅から降下した商業施設のの輪に直接入る野の輪口改札ができますまた南口の市営駐輪場東側からは午前7時から午後10時まで通行ができます西側からは午前10時から午後9時まで通行できます 北口からは、高架た商業施設ののわに2カ所入り口ができます。地図、終わり。意見交換会議会報告会を開催。申し込み不要。国立市議会では、3月議会の報告及び常任委員会ごとのテーマ別の意見交換会を開催します。どなたでも参加できますので、お気軽にお越しください。 主催国立市議会問い合わせ議会事務局テーマ総務分・文教町・人・仕事・創生・人口ビジョンについて建設・環境国立駅複合・公共施設について福祉・保健・子どもについて日時5月13日金曜午後7時から9時会場・市役所3階会議室 5月14日土曜午後2時から4時南区公会堂ヤ八穂3143-1国立市農業振興計画審議会の市民委員を募集します市の新たな農業施策の指針となる農業振興計画の策定のために 当審審議議会ににて必要な事項ををししその結果を市長に答申します募集人員1名以内任期移植の日から市長に答申を行う日まで応募資格満18歳以上の市内在住在勤在学の方市職員市議会議員市が設置する他の付属機関の委員等は除く報酬1回につき9100円 選考方法論文内容のほか年齢や居住地域などを考慮し選考します結果は応募者全員に通知します申し込み5月6日金曜までに丸1氏名ふりがな住所年齢電話番号丸2市内在住在勤在学を確認できる書類の写し丸3 私が農業振興計画に期待することをテーマとした800字程度の論文「様式自由」を担当係まで郵送当日消信有効または持参当日午後5時までにて提出してください応募論文は未発表のものに限りますまた返却しませんのでご了承ください応募論文は個人情報を除き公開する場合があります問い合わせ 産業振興課農業振興係東京における都市計画道路の整備方針第4次事業化計画を策定しました東京都と特別区及び26市2町は都市計画道路を計画的かつ効率的に整備するため東京における都市計画道路の整備方針 第4次事業化計画を策定しましまた今回の整備方針では今後10年間平成28年度から37年度で優先的に整備すべき路線として320 226所約22キロを選定しましたまたこれまで優先整備路線以外を対象としていた建築制限緩和の範囲を全ての路線に拡大することとします。 新たな建築制限の基準の実施については市役所都市計画課にお問い合わせください今後この整備方針に基づき都市計画道路の整備を着実に進めます本整備方針は都民情報ルーム新宿区西新宿2-8-1東京都庁第一本庁舎3階市役所都市計画課市役所3階50番窓口 または東京都ホームページから東京における都市計画道路の整備方針第4次事業化計画を検索してご覧いただけるほか都民情報ルームで販売を予定しています詳しくは東京都へお問い合わせください問い合わせ東京都都市整備局都市基盤部街路計画課電話03-5388-3379ホームページ http://www.to-sh-i-s-e-i-b-i.metro.to-kyo.jp スラッシュ k-i-b-a-n スラッシュ to-k-y-o スラッシュ i-k-e-n アンダーバー ko-h-y-o.html 市役所都市計画課都市計画係 QR コードがあります QR コードを読み取ると東京都都市整備局のホームページにアクセスできますワンワンパトロールにご協力いただける方を募集しますワンワンパトロールは愛犬と飼い主の方に不審者や危険な場所などに注意を払ってもらいながら普段通りに散歩をしていただく無理なくできる防犯パトロールです ボランティアでご協力いただける方を募集します登録資格次の資格をすべて満たしている方市内在住で犬と散歩する機会がある飼い犬登録と狂犬病予防接種が済んでいる必ずリードをつけフンを持ち帰るなどのマナーを守って散歩ができる定員50組申し込み先着順登録開始日 4月25日月曜から土曜日曜祝日を除くパトロール時に着用するものワンパト表愛犬用バンダナ登録申し込み担当係にある登録書または市ホームページからワンワンパトロール登録書をダウンロードし必要事項を記入の上担当係へファクス郵送または直接ご提出ください 正午から午後1時を除く平日午前9時から午後5時いただいた登録書を確認後ご連絡しますので都合の良い日時に担当係へパトロール用品を取りにお越しくださいワンワンパトロールの様子の写真があります問い合わせ防災安全課防犯担当 環境影響評価書案に係る見解書の縦覧・閲覧と都民の意見を聞く会を開催。新可燃ごみ処理施設整備事業。縦覧日時4月22日金曜から5月11日水曜平日午前9時30分から午後4時30分。縦覧場所市役所環境政策課。 東京都環境局総務部環境政策課東京都多摩環境事務所管理課立川市西木町4-6-3東京都立川合同庁舎3階閲覧場所南市民プラザ泉2-3-21号棟都民の意見を聞く会日時5月31日火曜午前10時開始傍聴券配布 午前9時45分より受付場所日野市東部会館3階ホール日野市石田1の1 1の1当日直接会場へお越しください。口述人の申し出がない場合は中止となりますので担当課へ事前にお問い合わせください。都民の意見を聞く会「口述人」を募集。内内容お一人15分以内で 環境保全ののからの意見を述べていただきます定員25名程度申し込み多数字抽選申し込み4月28日木曜から5月12日木曜に事業名氏名住所電話番号法人その他の団体は名称代表者氏名東京都の区域内に存する事務所または事業所の所在地 環境保全の見地からの意見を記載・様式自由し担当課へ郵送・消印有効またはご持参ください。問い合わせ郵便番号163-8001新宿区西新宿2-8-1東京都庁第二本庁舎東京都環境局総務部環境政策課電話03-5388-3406 飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助金交付を実施しています市では野良猫によるトラブルや苦情を防ぎ人と猫とが共生できる街を目指すため猫の不妊去勢手術補助制度を実施中です野良猫が増えてしまうのは不妊去勢手術をしていないことが大きな原因ですぜひこの制度をご活用ください対象 市内在住、在勤の個人、市内で活動する団体。補助対象、市内に生息する飼い主のいない猫、野良猫。飼い猫は補助対象外です。補助額、メス、オス、ともに5000円、申し込み先着順。申請、申し込み方法、手術実施後、各種必要書類に記入し、担当係へご持参ください。申請にかかる手引きや申請書類は、 市ホームページからダウンロードまたは窓口で配布しています手術実施後の翌月末日まで受け付けます予算に達した時点で受付を終了します問い合わせ環境政策課・環境政策係粗大ごみ処理券及び事業系有料ごみ処理袋の販売取扱い書をご案内します 粗大ごみ処理券と事業系有料ごみ袋は先の取扱所で販売しています。営業時間等を確認の上ご利用ください。粗大ごみ処理券は市役所担当係に粗大ごみ処理の申し込み後にご購入ください。ご不明点は担当係までお問い合わせください。問い合わせごみ減量課清掃係表 平成28年度粗大ごみ処理券取扱書一覧取扱書名所在地電話番号営業時間定休日の順に読みます取扱書名セブンイレブン国立東店所在地東1-15-34電話番号573-1137営業時間24時間営業定休日 年中無休北島金物店東1の16の18573の1211午前9時から午後6時30分水曜日大宮酒店東2の6の3572の7716午前9時から午前1時年中無休宇佐美商店角屋東3の7の17 午前9時から午後6時30分日曜日ファミリーマート階田東4丁目店東4531580008124時間営業年中無休関屋中19305710001午前11時から午後10時年中無休 ファミリーマート国立中一丁目店中1の9の77580の617724時間営業年中無休三世中1の15の2576の9247午前9時30分から午後5時土曜日曜祝日三毛区中1の17の26576の2345 午前10時から午後7時水曜日柳沢青果店中2の21の7572の3915午前9時から午後7時日曜日泉谷今沢商店西1の8の57576の0550午前8時から午後9時木曜日遠藤たばこ店西1の11の41 午前9時から午後7時30分日曜日砂防ギャラリー折原西1の14の5572の2205午前10時から午後7時土曜日曜月曜祝日佐伯酒店西2の12の26576の1234午前10時から午後8時水曜日 ファミリーマート、海田大学通り店、富士見台1-1-11-580-2138-24時間営業、年中無休。富士屋文具店、富士見台1-7-572-7912午前10時から午後7時、年中無休。ルビーカメラ、富士見台1-8-31-572-4048 午前8時30分から午後7時、日曜日。セブンイレブン、ヤホ駅北口店、富士見台1-17-9、576-1682、24時間営業、人中無休。ファミリーマート、ヤホ駅東店、富士見台1-20-6、580-1391、24時間営業、年中無休。市役所、ごみ減量化清掃係。 富士見台2-47-1576-2111午前8時30分から午後5時土曜日曜祝日セブンイレブン国立桜通り店富士見台3-10-5576-264024時間営業年中無休 Y ショップ柳沢店富士見台3-23-13 午前7時から午後7時30分日曜祝日ファミリーマート矢川駅前店富士見台4-11-32580-405624時間営業年中無休ナック三田店富士見台4-12-9576-0044午前10時から午後7時日曜日 亀屋不動産北1の6の7572の3081午前10時から午後6時水曜日北市民プラザ北3の1の195等574の3087午前8時30分から午後5時土曜日曜祝日サンクス国立北店北3の29の7540の1816 24時間営業年中無休関孫酒店千二4260573-0130午前10時から午後9時月曜日高柳商店やほ5948572-2619午前8時30分から午後8時日曜日セブンイレブン国立ヤホ南店ヤホ 6299-1576-243324時間営業年中無休国立文具店ヤホ6619-1575-7129午前8時から午後7時日曜日南市民プラザ泉2-3-21号棟574-3089午前9時から午後5時 火曜・土曜・日曜・土日日祝京葉デイツー青柳店粗大ごみ処理券のみ販売青柳1/110521/2370午前9時30分から午後7時30分年中無休「表終わり」「国立町ぐりフェスタスタンプラリーを開催します」「参加費無料」 申し込み不要 JR 国立駅前周辺の8商店会が合同で国立町巡り丸徳パスポート国立駅周辺112店舗の割引情報満載が無料でもらえるスタンプラリースタンプポイント8か所は上りを掲示を開催します。ぜひご参加ください日,時4月24日日日時時月曜午前11時から 先着 1, 名様丸徳パスポートがなくなり次第終了出発地点集合場所 JR 国立駅北口特設テント景品交換午後2時から3時30分参加資格小学生以上さらに国立町巡り丸徳パスポート掲載店を3店舗利用してスタンプをもらうと5月8日日曜午前11時からの 無料お楽しみ抽選会にも参加いただけます。問い合わせ国立活性化協議会事務局国立市商工会内。電話五七五の一零零零。産業振興課商工観光係。写真。今年も楽しい特典がいっぱい。スタンプラリーの丸得パスポートの写真があります。 写真終わり放射能関連情報食品検査機器の一般利用を受け付けています詳しくは担当係へお問い合わせください問い合わせ環境政策課環境政策係中学援助費の申請はお済みですか満額支給の申請は4月28日木曜まで まだ申請をお済みでない方はお急ぎください五月二日月曜日以降も申請は受け付けますが申請日の翌月からの認定となるため項目によっては支給対象外または支給金額が減額になります詳細は学校を通じて児童・生徒に配布した就学援助受付のお知らせをご覧ください四月に小学一年生になったお子さんには 4月初旬に配布済み、申請期間4月28日木曜まで土曜日曜祝日を除く午前8時30分から午後5時28日木曜は午後8時までこれまで当援助を受けている世帯についても改めて申請が必要です。申請場所問い合わせ、教育総務務課・学務保険係。 地域の助け合い支え合いの輪を広げていくためにファミリーサポートセンター支援会員研修会参加者を募集登録料無料無ファミリーサポートセンターは子どもたちが健やかに育っていくための地域の助け合いの場です。育児の支援をしてほしい方利用会員と育児の支援をしたい方支援会員がそれぞれ会員登録を行い 会員の紹介やコーディネートは市が仲立ちします今回の研修会はお子さんを預かる支援会員の方が対象です研修を受講された後、活動を始めることができます子供が好きな方、子育ての応援をしたいと思う方はぜひご参加くださいなお、東京都の子育て支援員、地域保育コースを受講された方は一部受講免除があります また、男性会員も募集中です。ご夫婦で一緒に受講してみませんか内容自宅を利用したお子さんの見守り保育施設や習い事への送迎など場所市役所会議室対象20歳以上で市内在住の方定員20名申し込み先着順報酬1時間820円から申し込み 4月22日金曜より電話で担当窓口へお申し込みください日曜・祝日を除く午前10時から午後5時研修会日程です日程6月3日金曜午前オリエンテーション事業説明体験談午後コミュニケーションの取り方いずれも市役所3階第3・第4会議室です 6月6日月曜6月8日水曜午前午後心理子どもの事故と応急手当保育園と学童の話発達と預かる配慮ほか市役所3階第1第2会議室6月9日木曜午前活動までの流れ登録市役所3階第3会議室なお午前は10時から正午 午後は1時から3時です問い合わせ子育て支援課ファミリーサポートセンター藤見台3-21-1子ども家庭支援センター内電話571-8322児童扶養手当特別児童扶養手当の額が4月分より変わりましたまず児童扶養手当です 全部支給、一部支給があります。平成二十八年三月までの月額、対象児童が一人の場合と。平成二十八年四月から月額、対象児童が一人の場合。の、金額です。全部支給。平成二十八年三月まで、四万二千円。平成二十八年四月から、四万二千三百三十円。 プラス円一部支給平成28年3月まで4万1990円から9910円平成28年4月から4万2320円プラス330円から9990円プラス80円なお2人目5000円 三人目以上三千円の加算額は変更ありません。次に特別児童扶養手当、平成二十八年三月まで月額対象児童一人につきと平成二十八年四月から月額対象児童一人につきの金額です。一級、平成二十八年三月まで五万一千百円、平成二十八年四月から。 5万円円プラス400円2級平成28年3月まで34,030円平成28年4月から34,300円プラス270円所得の制限額に変更はありません詳しくは担当係へお問い合わせください問い合わせ子育て支援課手当女性係 日本農園の予防接種についてご案内します。平成28年度の対象の方で3歳9歳になる方には各誕生月の前月末に18歳になる方には誕生月の翌月末にそれぞれ個別に通知します対象者接種内容3歳になる方は1期初回接種分2回と追加接種分1回9歳になる方 期接種分1回18歳になる方2期接種分1回,分1回平成8年4月から19年4月1日生まれの方で20歳未満誕生日の前日の方1期全3回2期9歳以上で1回の不足分を公費負担で接種できますが接種間隔等により不足分を全て接種できない場合もあります。 二気分は九歳以上からでないと接種できません。問い合わせ。健康増進課保健事業係。富士見台三の十六の五保健センター内。電話五七二の六一一一。子育て支援コーナー。申し込み不要。就学前のお子さんと保護者が自由に集える遊びの広場です。 今年度は5月12日木曜から始まりまりす。カンガルー広場対象0歳1歳のお子さんとその保護者場所中央児童館富士見台2-38-5毎週木曜日矢川児童館富士見台4-17-1毎週木曜日西児童館西1-12-26毎週金曜日 地域カンガルー広場。対象0歳から5歳のお子さんとその保護者。場所東学道東4-28三小校庭南西側。毎週木曜日。北学道北市民プラザ。毎週木曜日。本町学道八歩6017一章南側隣接地。毎週金曜日。 南学堂富士見台1-47-25七小校庭南西側毎週金曜日時間はいずれも午前10時から11時30分問い合わせ中央児童館電話575-3224矢川児童館電話575-3178 西児童館電話575-3060東学童保育所電話575-9684北学童保育所電話572-6146本町学童保育所電話575-6761南学童保育所電話576-8145 風疹の予防接種及び抗体検査の費用を助成します。市では対象の方に風疹の予防接種費用を助成しています。また風疹の抗体化が不明な方を対象に抗体検査の費用を全額助成しています。過去日本制度を利用し抗体検査を受けたことがある方は対象になりません。助成対象 妊娠する予定または妊娠を希望される市内在住の19歳以上の女性で、風疹の予防接種を2回以上受けたことがなく、次のいずれかに該当する場合。丸一、市の全学女性による抗体検査の結果、低抗体者であると判明した場合。丸二、妊婦検診で低抗体化であった方が出産後に速やかに接種を受ける場合。丸三 自身で抗体検査を受け低抗体者であると確認できる場合女性を希望される方は抗体検査申込書と保険証を持参の上市内指定医療機関市ホームページに掲載に予約の上検査を受けてください実施期間平成29年3月31日金曜まで自己負担額風疹ワクチン3000円 マシン風疹混合ワクチン4,000円実施方法予防接種申請書保険証丸三の方は抗体価が確認できるものを持参し市内指定医療機関に予約の上接種してください中抗体検査申込書予防接種申請書は指定医療機関または担当係にあります。 ままた市ホーーームページからもダウンロードできます担当係で予防接種申請書の受け取りを希望される方は「抗体価が確認できるものをお持ちください」中「中終わり問い合わせ健康増進課保険事業係富士見台3の1 6の5保険センター内」「電話5 7 2の6 1 1 1 「子どもとお出かけするときに持ち歩ける」をコンセプトに市民編集員のママたちが半年かけて制作しましたトイレや授乳場所など困ったときに役立つ情報や「国立野菜販売所」「お散歩スポット」「親子がつながり集える場所」も多数掲載しています。暖かな春 お散歩ブックを持って出かけませんか。配布場所、市役所、子育て支援課、ほか、市内の各公共施設。写真、子供とお散歩ブック、ゼロ一二の写真です。お子さんと遊びに行ける市内の各種スポットを多数掲載しています。写真、終わり。問い合わせ、子育て支援課、子ども家庭支援センター。 富士見台3の21の1電話骨量測定を実施しますお子さん連れ託児なし妊娠中授乳中でも OK 参加費無料日時5月27日金曜午後のうち市が指定した時間場所保健センター対象18歳以上の市民の方 定員60名、39歳以下30名、40歳以上30名、申し込み状況により変更あり、申し込み5月10日火曜筆着で、往復はがきの往診用裏面に、丸一骨量測定希望、丸二氏名、振り仮名、丸三生年月日、年齢、丸四住所、電話番号、日中連絡が可能な連絡先を、 返信用の表面には、申し込み者の住所と氏名を記入し。返信用の裏面は空白のまま、担当係へご郵送ください。申し込多数字抽選。結果は締切日から約一週間後にお知らせします。骨粗鬆症で治療中の方はご遠慮ください。測定はお一人につき、年度一回です。問い合わせ。郵便番号、一八六の零零零三。 富士見台3の1 6の5健康増進課保健事業係保健センター内電話「5 7 2の6 1 1 1有料広告1件「4月グランドオープン女性専用ヨガ教室」「女性のためのメディカルヨガ教室」「春ヨガ日時」 毎週月曜日14時10分から14時50分40分1000円場所国立市中1-15-2紅葉ビル3階国立駅南口徒歩4分富士見通り沿い電話042-505-9294メール m f y h a r u y o g a g m a i l.com ホームページ http://h-a-r-u-y-o-g-a.j-i-m-d-o.com 司法国立の有料広告募集中<寿司>市内全校約4万部発行カラー4色 1> 1枠3万5千円モノクロ黒色のみ1枠2万5千円申し込み問い合わせ市室広報担当保険コーナー申し込み問い合わせ健康増進課保険事業係予防推進係電話572-6111郵便番号186-0003 富士見台保健,センター内保健センターへ検診等でお越しの際は車での来所はご遠慮くださいがん一時検診一部有料ですはじめに費用が無料の検診から検診日ごとに検診の種類記号定員検診会場を読みます。 検診の対象者は、単独の胃がん、記号、あが35歳以上で、それ以外はいずれも40歳以上です。検診日、6月1日、水曜。胃がん、あ、胃がん大腸がん、い、あ、い、合わせて10名。胃がん肺がん、う、胃がん肺がん大腸がん、え、う、え、合わせて40名。 記号あからえの検診会場は、東京都がん検診センターです。検診日、6月11日土曜。胃がんを胃がん大腸がんか、をか、合わせて10名。胃がん肺がんき、胃がん肺がん大腸がんく、き、く、合わせて40名。肺がんけ、肺がん大腸がんこ、け、こ。 合わせて12名記号「お」から記号「こ」までの検診会場は国立市保健センターです検診日6月24日金曜肺がん「さ」肺がん大腸がん「し」「さ」「し」合わせて10名胃がん肺がん「す」「胃がん肺がん大腸がん」「せ」「す」「せ」合わせて40名。 記号さから記号せまでの検診会場は東京都がん検診センターです毎年4月から翌年3月の間に1回市で前回がん検診を受診した方は10ヶ月以上の間隔をあける胃がんはバリウムをのみ X 線検査肺がんは胸部 X 線検査大腸がんは 便鮮血検査になりりまますす肺が検検検診診のあ査夏季に該当し希望する方50歳以上でタバコの喫煙指数が600以上の方現在は禁煙しているが過去に喫煙していた方も含む喫煙指数は1日の喫煙本数×喫煙年数例として 20本 ×30 年は600続いて乳がん検診です平成29年2月28日火曜まで記号・祖検診会場は立川市の指定医療機関次に検診会場が東京都がん検診センターの検診6月6日月曜た20名 6月14日火曜、地20名いずれも40歳以上の女性が対象です2か年、前年度未受診の方に1回費用は一部自己負担金2000円生活保護世帯、中国残留法人支援給付世帯の方は無料です視触診プラスマンモグラフィー検査になります 記号・「祖」で申し込まれた方には2週間程度で受診に必要な書類をお送りしますので届きましたら指定医療機関に予約をして受診してください。6月提出の大腸がん検診検体提出のみ「記号」「都」「40歳以上保健センターまたは北市民プラザ」「無料です」「5月末にお送りする検査キットに便を採取し 先の検診会場へ提出してください5月2日月曜から7月30日土曜午前子宮頸がん検診申し込み不要20歳以上の女性で生暦偶数年の4月から6月生まれの方市内の産婦人科医院岡産婦人科内野産婦人科河野レリースクリニック無料 健康保険証と健康手帳を持参し、市内の産婦人科医院で直接受診してください。西暦奇数年生まれの方は、来年度対象となります。うちの産婦人科のみ、事前に予約が必要です。健康手帳無料の配布は、保健センター、市役所健康増進課、北市民プラザ、南市民プラザ、 福祉会館2階の老人福祉センターなごみで行っていますのでお問い合わせください。申し込み方法以下の丸1から丸3のいずれかの方法で5月6日金曜日着で保険事業係保険センター内へお申し込みください。丸1ハガキメールファックスで先の記入例の必要事項を記入し。 保険事業係まで郵送または送信してくださいメールファクスの送付先は下記をご覧ください丸2市ホームページのがん検診のページにある申し込み用フォームに必要事項を入力してください三保険センター窓口で申し込み書に記入してください記号「ソお及びツー「ツは対象者であれば申し込まれた方全員が受診可能です 抽選はありません記号「その申し込みは」は上記の筆着にかかわらず平成29年2月6日月曜までであればいつでも受け付けていますスマートフォン携帯電話から申し込みの場合左の QR コードから市ホームページにアクセスができます。右の 左の QR コードは市ホームページがん検診の QR コードです右の QR コードはメールアドレスの QR コードですメールアドレス g a n k e n s h i n c i t y k u n i t a c h i t o k y o j p ファックス五七四の三九三零 htp://www.city.cunitachi.tokyo.jp://kenko//kenshin//000535///html、ok。なお申し込み多数の場合は抽選となります。 前回落選の方を優先します。抽選後の日程変更は応じかねますのでご了承ください職場などで受診の機会がある方はご遠慮くださいはがきの記入例ですはがき表面宛先郵便番号186-0003国立市富士見台3-16-5健康増進課保険事業係 保健センター内はがき裏面1がん検診受診希望2氏名振り仮名性別3生年月日年齢4住所電話番号日中連絡可能な番号5希望する検診の記号上記「あ」から「つ」のいずれか1つ同一種類の検診で検診日が2日または3日のうち どちらでも良い場合は、二つまたは三つの記号と、いずれもかと記入。六、5 0歳以上の方で、核単検査を希望する場合は、表の微行を参照して、喫煙指数〇〇とお書きください。注意事項次の方は受診できません。前回の検診で要精密検査となり、 まだ精密検査を受診されていないな方、精密検査で異常のあった方経過観察中の方子宮を全摘出された方子宮頸がん検診のみ手術後や治療中の方は保健事業係保健センター内にお問い合わせくださいその他の検診および講座保健センター受付時間 平日午前8時30分から午後5時電話5月の乳幼児健康審査「乳幼児健康審査場所保健センター富士見台3の1 6の5乳児産婦、平成28年1月生まれ1歳6か月時以下歯科平成26年10月生まれ」 2歳児、歯科、平成26年4月生まれ。3歳児、以下、歯科、平成25年4月生まれ。いずれも母子健康手帳、問診票、保険証をお持ちください。対象者には個別に通知しています。まだ届かない方は、保険事業係、保険センター内へお問い合わせください。通用時歯科相談 一歳前後から未就学児の方に、歯科健康診査・相談を行います。日時、5月19日木曜、場所・保健センター、申し込み、電話で保険事業係、保険センター内へお申し込みください。育児相談・申し込み不要育児についての栄養や保険の相談を実施します。 母子健康手帳と1歳未満の方はバスタオルもお持ちください日時5月6日金曜午前10時から11時午後1時15分から2時15分場所保健センター楽しくスタート離乳食初期講座離乳食初期の教室です試食もあります日時 5月6日金曜、午後1時15分から1時45分。場所、保健センター。対象、おむね5ヶ月から6ヶ月のお子さんの保護者。定員、30組、保育はありません。申し込み、3ヶ月から4ヶ月検診時に申し込み受付を行います。転入の方、3ヶ月4ヶ月検診後未受診の方で、 離乳食講座を希望される方は電話で保険事業係保険センター内へお申し込みください「離乳食フェア申し込み不要」「月時以降のの離乳食の試食試や展示を行います日時5月6日金曜午前10時30分から11時30分午後1時30分から2時30分」 場所・保健センター「成人栄養保健相談」血圧「血圧血糖コレステロール中性脂肪が高めの方や日頃の生活でどのようなことを心がけたらよいのかとお悩みの方」「管理栄養士保健師が健康についてのご相談に応じます」「ご本人はもちろんご家族の方もお気軽にご相談ください」「日時」 5月11日水曜午前、18日水曜午後、場所、保健センター、申し込み、電話で保険事業係、保健センター内へお申し込みください。スマートライフ健康相談市の毎年検診、特定健診を受診した方で、受診結果が、 動機付け支援または積極的支援と判定された方にご案内の通知をお送りしていますまだ申し込みをされていない方はご予約ください日時4月23日土曜26日火曜5月9日月曜14日土曜25日水曜申し込み電話で予防推進係保健センター内へお申し込みください なお国立市毎年検診特定検診の受診期間は5月から平成29年2月の10ヶ月間です誕生月で4つのグループに分け対象者の方に発送しています10ヶ月間の中で早めに受診されたい方や受けそびれた方にも対応していますのでご連絡くださいまた勤務先で特定検診を受診される方は 予防推進係保健センター内まで結果の写しをご提出ください町角保健室をご利用ください市内の薬局の一部を健康コーナーとしてお借りし市の保健師による健康相談を実施していますお気軽にご利用ください血圧測定ができます健康情報、パンフレット等が得られます申し込み、相談を。 希望される方は事前に各薬局または保険事業係保険センター内へご連絡ください表町角保険室の表です5箇所あります町角中国立中薬局中1-9-12電話572-3166第1月曜日午後2時から4時 町角東西部薬局東1の6の3電話573の2525第1火曜日午前10時から正午町角富士見台富士見台調剤薬局富士見台2の18の7電話577の1655第2火曜日午後2時から4時町角富士見通り井上薬局中1の18の21 電話第3金曜日午前10時から正午町角北木村薬局北1721電話5739545第4木曜日午前10時から正午表終わり転入された方へ予防接種や検診のご案内は 保険事業係、保険センター内で行っています。予診票などが必要な方は保険センターへお問い合わせください。お越しの際は、母子手帳、保険証等をお持ちください。日曜祝日の応急診療は、以下は休日診療センター藤見台三の十六の六、電話五七六の二三四一。 午前10時から午後4時30分と午後6時から9時。歯科は桜休日歯科診療所富士見台3の16の17。電話577の0418。お知らせ。食卓員の応募書類履歴書等は一切返却しません。また国立市の食卓員の採用の目的以外には使用せず。 個人情報として適切に保管・処理します。納期内納入にご協力を。保育料・学童育成料四月分の納期限は、五月二日月曜です。納入には便利な口座振替をご利用ください。児童青少年課保育幼稚園係、児童青少年係。 新70歳新転入70歳以上の方へシルバーパス5月の交付予定東京都では70歳以上の方を対象としたシルバーパスを申し込みにより発行しています市の臨時交付窓口は次の通りです新しいパスの有効期限は平成28年9月30日金曜です日時 5月2日月曜から11日水曜午前9時30分から午後4時30分土曜日曜祝日を除く場所福祉会館1階富士見台2-38-5問い合わせ東京バス協会電話03-5308-6950児童館食卓員募集 募集人数若干名資格65歳未満の方で保育士または教員等有資格者幼稚園小中学校等または資格取得見込みの方勤務内容児童館の運営報酬時給1,670円交通費別途支給社会保険加入勤務期間6月から平成29年3月更新あり 勤務時間週30時間以内週5日から6日勤務勤務場所児童館選考方法書類選考後面接後日通知申し込み方法5月7日土曜までに日曜祝日を除く午前9時15分から午後6時履歴書写真調布に資格証明書の写しを添えて問い合わせ先へ直接お持ちください。 郵送付加受付場所問い合わせ矢川児童館郵便番号186-0003富士見台4-17-1電話575-3178学校事務嘱託員募集募集人数1名資格65歳未満の方でパソコンの基本操作等ができる方勤務内容 私立小中学校の学校事務。報酬、時給1060円。交通費別途支給、社会保険加入。勤務期間、6月1日水曜から平成29年3月31日金曜、更新あり。勤務時間、1日6時間週5日。勤務場所、私立小中学校。選考方法、書類選考面接、5月9日月曜から。 予定申し込み方法4月28日木曜までに履歴書写真調布を問い合わせ先へ郵送必着または直接お持ちください平日午前8時30分から午後5時15分問い合わせ教育総務課教育総務係教育指導支援課嘱託員募集募集人数 特別支援教育指導員若干名丸2中学校部活動指導員若干名資格65歳未満の方で丸1小学校または中学校教員免許の所持者丸2体育科の教員免許取得者で学校教育に理解のある方勤務内容丸1 軽度発達障害等のある児童・生徒の学習支援業務二部活動・顧問教諭の指導補助等業務報酬時給1,890円交通費別途支給社会保険加入勤務期間採用日から平成29年3月一更新あり二更新なし勤務時間 1>, 1日6時間週5日ただし春夏冬休みは原則勤務なし二1日2時間から3時間週1日から3日勤務場所一私立小中学校二私立中学校選考方法書類選考面接申込方法5月10日火曜までに履歴書写真調布を 問い合わせ先へ郵送、筆着、または直接お持ちください問い合わせ、教育指導支援課、指導支援係5月5日木曜祝日は、小部湯の日小学生以下は無料です5月5日木曜祝日の子どもの日は市内の公衆浴場で香り豊かな小部湯を楽しめます 大きなお風呂で家族断乱しませんか小学生以下の方は無料です年齢証明書等は不要場所鳩の湯東2-8-19問い合わせ産業振興課商工観光係協力会員新入会説明会参加者募集安心サービスでは協力会員を募集しています 市民相互の助け合いを基本理念とした会員制サービスです毎日の活動ではありません日時4月25日月曜午後1時30分から午後3時30分場所福祉会館3階中会議室富士見台2-38-5資格心身ともに健康で積極的に活動できる自転車で活動可能な18歳以上の方謝礼 活動1時間につき953円から。申し込み方法。電話で問い合わせ先へお申し込みください。問い合わせ。国立市社会福祉協議会安心サービス。電話575-3223。平日午前9時から午後5時。タブレットを楽しもう。開催。障害のある方対象。参加費無料。 タブレットのの基本操作、インタターネッットトやアプリの使い方を学びます。タブレット貸し出しあり日時6月7日14日21日28日全4回火曜日午後1時30分から3時場所国立市障害者センター富士見台2-1-32講師熊井博之氏国立製作所大象、 市内在住で身体精神発達いずれかの障害または工事脳機能障害がありタブレットを使ってみたい方定員5名申し込み多数字抽選申し込み方法5月10日火曜までに問い合わせ先へ電話でお申し込みの上後日面談をします問い合わせ国立市障害者センター電話573-3344 平日午午前時時から午後4時公民館との共催事業ですバレージセール開催のお知らせ日時5月14日土曜午前9時30分から午後3時撤収時間を含む雨天中止場所大学通り緑地帯一橋大学正門南側大学通りおよび周辺道路は駐車禁止です。 ご来場の際は公共交通機関等をご利用ください出店資格市内在住・在勤の方営利行為を目的としないこと出店者説明会5月9日月曜午前10時から11時時間厳守市役所3階第3・第4会議室説明会への参加が出店の条件です申し込み多数の場合10時に抽選を行います 10時以降にお越しの場合抽選を受けられませんのでご注意ください出店数50区画費用1区画1000円説明会受付時に徴収しますお釣りのないようお願いします主催国立のリサイクルを考える会講演国立市消費者団体連絡会問い合わせ生活コミュニティ化市民連携推進係 ママのためのご褒美祭り、ボリューム3、開催。お子さん連れでも安心して楽しめるお祭りを開催します。産後の骨盤矯正やママヨガの体験、体に優しいお菓子や赤ちゃん向けの雑貨の販売などもあります。赤ちゃんハイハイレース、事前申し込み制も行います。日時、5月13日金曜午前10時から午後4時、場所、 国立朝日通りコミュニティスペース東 1-14NTT ビル対象子育て中の方費用入場無料各コーナーにて実費がかかります託児付き1回500円主催問い合わせ日本ママサポート協会メール japan.mamasapo gmail.com ドット子育て支援課子ども家庭支援センター国立観光案内人のガイドウォーク八川緑地の植物観察講演会参加者募集新緑の八川緑地を訪ね植物の不思議についての講演会を聞きます昼食では特製国立弁当を味わうことができます コースの詳細は問い合わせ先のホームページをご覧ください日時5月11日水曜午前9時30分集合午後3時終了予定小雨欠航好天にて中止の場合は前日午後5時までに連絡します集合場所 JR 西国立駅改札前定員30名申し込み先着順費用お一人2,000円 保険代特製弁当代土産代該当料を含む申し込み方法4月22日金曜より問い合わせ先へメールまたはファクスにて住所・氏名・年齢・電話番号を明記の上お申し込みください問い合わせ国立市観光まちづくり協会電話574-1199平日午前10時から午後5時ファクス メール i n fo アットマーク kuni machi.jp ホームページ http コロンスラッシュスラッシュ kuni machi.jp スラッシュ「産業振興課商工・観光係」平成28年4月から 中央道、県央道等、首都圏の高速道路料金が変わります。主な変更点は、丸一、対距離性を基本とした料金体系に整理・統一。丸二、起点・終点を基本とした継ぎ目のない料金の実現です。例えば、中央道、高井戸から八王子においては、普通車料金が現金でのご利用で、六百二十円から九百八十円になります。また。 ETC 社は距離に応じた料金で最大980円になりますが都心発着は激変緩和措置として現行料金が上限となります詳細はネクスコ中日本ホーームペジネクスコはすべて大文字 NEXCOHTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.c- n e x c o c o j p スラッシュをご覧ください。問い合わせ、中日本高速道路株式会社八王子支社料金チーム。電話、零四二六九一の一一七一。みんなの伝言版。市内を拠点とする団体等のイベント催し物に限ります。 政治・宗教活動・営利目的に関するものは除くこのコーナーの連絡交渉は当事者間でお願いします片場見広場未就演じ楽しい制作パネルシアター運動遊びも行います日時5月7日土曜午後1時から2時30分雨天開催場所問い合わせ 国立学園附属片場幼稚園電話「国立市民謡連盟第80回記念大会」「来場者に記念品贈呈くじ引きあり」「ゲスト出演舞踊ほか」「日時5月15日日曜午前10時30分開演」「場所市民芸術小ーホール」「費用無料問い合わせ」 なるみ「キリンクラブ未入園児先生たちと楽しく歌ったり踊ったり遊びましょう」「日時毎月2回から3回」「木曜土曜日午前9時15分から11時15分」「費用1,000円」「場所」「問い合わせ」「いずら学園ママの森幼稚園」「電話572-3911」 2016年度一橋大学社会学部連続市民講座第2回日時5月21日土曜午後1時30分テーマ「グレーゾーンを生きる」「マレーシアの油や支援から考える」「費用無料」「問い合わせ一橋大学社会学部電話5 8 0の8 2 1 2ボイストレーニング」 声を出して体の中から元気になろう。日時5月10日火曜午後3時から4時。講師玉沢明人。費用500円。場所申し込み。東京 YMCA 西東京センター。電話577-6181。初心者も大歓迎。 今年に入り、市内でオレオレ詐欺や市職員を語る不審な電話が急増しています。不審な電話がかかってきたときは、百十番、または立川警察署に連絡してください。問い合わせ、立川警察署、電話五二七の零一一零。平成二十八年度、国立市青少年海外短期派遣事業。 シンガポール派遣、派遣生を募集。市では、世界に羽ばたくグローバル人材を育成することを目指し。平成二十七年度より、市内在住在学の中高生を海外へ派遣する事業を実施しています。平成二十八年度の派遣先は、昨年度に引き続きシンガポール共和国です。シンガポールの青少年と歩き、学び、考える機会として。 街歩きやホームステイを実施しますまた現地で活躍する人材との交流等も予定しています日程7月27日水曜から8月1日月曜5泊6日間対象定員市内在住在学中学生と高校生合わせて10名費用渡航費滞在費保険費用任意のもの以外は市が負担パスポート取得費 ななな経費などは自己負担となります応募条件次の1から6の条件を全て満たす方一心身が健康で協調性に富みこの事業の計画に従って規律ある団体生活ができること2この事業による派遣研修に対して積極的な意欲があること3派遣研修の終了後も 派遣生としての体験を生かして地域や学校などで行われるさまざまな行事に自主的自発的に参加するとともに行政による子どもの声を求めた事業などにも積極的に参加すること。4保護者の承諾および在学する学校の学校長等の同意が得られること。5昨年の国立市青少年海外短期派遣事業に 派遣生とししてて参加いいない方丸6次の日程に全て参加できること説明会6月12日日曜午後事前研修6月中旬から7月の日曜日に3回事後研修8月に2回壮行会7月24日日曜午後報告会8月28日日曜午後このほか 任意参加研修1回を予定しています。参加後に作文を提出していただきます。作文や本事業で撮影した写真は市の広報誌等に掲載を予定しています。期間4月22日金曜から5月2日月曜平日午前8時30分から午後5時4月28日木曜と5月2日月曜は午後8時まで申し込み 申込書類「市指定申込書」「志望動機書」に必要事項を記入の上担当係へ提出してください原則本人持参申し込み書類は4月20日水曜より市役所担当係にて配布するほか市ホームページからもダウンロードできます派遣生決定までの予定1書類審査2書類審査合格者に対し公開抽選 5月22日日曜予定を実施し面接審査対象者を決定。抽選者は本人やむを得ない場合のみ保護者三面接審査5月29日日曜予定四面接審査に合格された方を派遣制として決定この事業は市民の方からのご寄付により 世界を舞台に活躍する人材を育成することを目的として設立された国立市 RH グローバル人材育成基金を活用し実施します昨年参加した10名の派遣生たちの写真があります問い合わせ児童青少年課児童青少年係本農村症者ケアリング コミュニティ学会2016 in 東京プレ大会を開催参加費無料申し込み不要脳損傷には脳血管疾患や脳外傷低酸素脳症など様々な原因があります高齢者だけでなく若年者も含めて誰でも脳損傷を負い麻痺や高次脳機能障害などの後遺症が残る可能性があります 今回のプレ大会では脳損傷を負った当事者の方の講演作品展示や演奏を予定しています。ぜひご来場ください。手話通訳あり内容1講演工事脳機能障害当事者の方々障害者支援課職員等2作品展示3音楽演奏日時 5月7日土曜午前10時から午前時時、から後場所市民芸術小ーホール富士見台2-48-1大会長長谷川美樹氏三間ジェアリハビリテーションクリニック委員長対象支援機関関係機関の方を含め市内外のどなたでもご参加いただけます問い合わせ障害者支援課相談係。 農業体験農園の利用者を追加募集初心者の方も安心して挑戦できるのが体験農園年間を通して野穂農家の指導を受けながら新鮮でおいしい旬の野菜作りを楽しみます一区画は一般的な市民農園よりも広く田んぼでの稲作体験もあります内容一水筒体験二野菜栽培20種類程度 期間、平成29年2月28日火曜まで更新については園主とご相談ください場所北島体験農園六百627駐車場はありません園主北島義明さん対象20歳以上の方20歳未満の方でもご家族と一緒の参加であればか定員23名申し込み多数字抽選 費用1区画25平方メートル年間4万円入園料種苗代作物代指導料込みほか申し込み5月31日火曜までに電話にて園主北島さん郵便番号186-0011ヤホ4263電話090-8855-1314までお申し込みください。 問い合わせ産業振興課農業振興係音訳ボランティア説明会を開催図書館では障害をお持ちの方向けの録音図書を作成する音訳ボランティアを募集しています今回音訳ボランティアを希望される方に説明会を開催します日時5月16日月曜午前10時から正午 場所中央図書館集会室富士見台2-34対象60歳くらいまでの方で簡単なコンピュータ操作ができる方申し込み5月10日火曜までに電話で担当までお申し込みください問い合わせ中央図書館障害者サービス担当電話576-0161 喫煙マナーアップキャンペーンを実施します。やめよう、吸い殻のポイ捨て、歩きタバコ。市内の道路、公園などでタバコのポイ捨て、他人の迷惑となる路上喫煙は禁止です。また、国立駅南口周辺は、路上喫煙禁止区域に指定しています。国立駅南口周辺は平均200本以上、八穂駅、八川駅周辺は、 平均70本以上の水があります。ポイ捨てのないきれいな街を目指しましょう日時4月26日火曜午後5時15分から午後6時雨天中止場所 JR 国立駅南口八川駅北口八保駅北口問い合わせごみ減量課清掃係5月の相談内容 日時連絡先場所担当の順に読みます法律女性のための法律相談税務人権身の上不動産登記法律相続遺言等を書き方交通事故労働年金行政外国人以上は「予約受付開始4月25日月曜午前8時30分から」。電話か 市役所1階の市民相談コーナー電話576-2111事前予約定員制です一人1回のみ30分無料ただし人権身の上は1時間ここに読んでいきます法律11日水曜午前9時から午後4時18日水曜25日水曜は午前9時から11時30分弁護士 女性のための法律相談20日金曜午前9時から11時30分弁護士税務6日金曜午前9時30分から正午税理士人権身の上10日火曜午前10時から正午人権擁護委員不動産12日木曜午前9時30分から正午宅建取引協会会員当期法律 12日木曜午後時時から4時30分司法書士相続遺言等書き方13日金曜午前9時30分から正午行政書士交通事故17日火曜午前9時30分から正午弁護士労働年金19日木曜午前10時から正午社会保険労務士行政26日木曜 午前10時から正午行政相談委員外国人随時受付英語中国語ハングルほか次に消費生活相談祝日を除く月曜から金曜午前10時から午後4時生活コミュニティ化消費生活センター電話576-3201ひとり親家庭等女性のための相談は 子育て支支援援課、人親、女性支援係、電話予約がります。祝日を除く月曜から金曜午前9時から午後4時正午から午後1時を除く母子・父子・自立支援員婦人相談員第2火曜日午後5時から8時第3水曜日午後3時から6時祝日を除く。 東京ひとり親福祉協議会専門相談員児童祝日を除く月曜から金曜立川児童相談所電話月曜から金曜の午前9時から午後9時土曜日曜祝日は午後5時まで児童相談センター電話相談電話03366-4152 教育祝日を除く月曜から金曜午前9時30分から午後5時教育相談室電話576-2109予約がいります教育相談員対象3歳から18歳いじめ相談は電話576-2050いじめ100番子ども育児祝日を除く月曜から土曜 午前8時30分から午後5時子ども家庭支援センター電話573-0965子ども発達相談祝日を除く月曜から金曜午前10時から午後4時発達支援室電話580-1282ひまわり相談少年飛行等と中国残留法人等支援相談は市役所福祉総務課 電話ここに読みます「ひまわり相談少年飛行」等は偶数月の第1金曜日午後1時から3時保護し中国残留法人等支援相談」月「月火木午前9時から午後5時予約がいります」「中国残留法人等支援相談員」「外注何でも相談」 10日火曜24日火曜午後1時から3時公益社団法人東京都ペストコントロール協会相談員市役所環境政策課環境政策係電話高齢者障害者のための法律相談と暮らしの相談心配事は社会福祉協議会福祉会館1階電話 高齢者障害者のための法律相談は第3金曜日午後2時から4時予約がいります司法書士暮らしの相談心配事は毎週月水木金午前9時30分から正午電話相談は祝日を除く月曜から金曜午前9時30分から午後5時フリーダイヤル いずれも民生委員児童委員社会福祉協議会職員外国人のための相談案内事前予約制随時受付市民相談コーナー代表電話042576-2111外国人と関わりをお持ちの方からの相談も受けます。 書館カレンダー中央図書館北市民プラザ図書館の5月のお休みは3日10日17日24日31日のいずれも火曜日です開館時間中央図書館午前9時30分から午後7時土曜日曜祝日は午後5時まで北市民プラザ図書館午前9時30分から午後5時 祝日を除く水曜日は午後七時まで。各分室の開室日時間を読みます。下野坊月金午後二時から午後五時。南市民プラザ月水木金午後二時から五時。土・日午前十時から午後五時。青柳水金午後二時から五時。東水木 日、午後2時から5時。金、土、午前10時から午後5時。八穂東、水、金、午後2時から5時。月曜日から金曜日の各分室開出日が祝日等と重なった場合はお休みです。中央図書館、電話576-0161。北市民プラザ図書館、電話580-7220。 以上で司法国立を終わります制作完了2016年4月音訳編集金子翔子構正藤谷京子制作は国立中央図書館でした